えー、大学4年生です大学1年の時に好きな人に告白したのですが、えー、今は恋愛に興味がないと言われ触れました、えー、一度諦めたのですが大学デビューなのかだんだんと可愛くなってきてまた好きになってしまいました部活の同期で気まずくなると困るので卒業する時にもう一度告白しようと思います成功すると思いますかいいえちなみに1年の頃より体重は1 5キロほど体重落としました好感度は高いと思います顔は普通か普通よりちょっと下ぐらいだと思います えっと、まあ、あの、いけると思えばい、いけばいいんじゃないですか あの、要は、相手が可愛いから告白したいって、あの、その、あんまり、自分の状態がこうなったから、なんか相手が落とせるかもだったらまだわかるんですけど、その相手のことが可愛くなった、より可愛くなったってことは、要は相手が落としづらい状況になったわけですよね。むしろライバルは増えてるわけで。なので、その自分側のスキルっていうのがどれぐらい上がったか、自分側のセータスがどれぐらい上がったかっていう方が大事な気がするんですけど、 でもその大学4年であれば、そのなんか Google に内定決まりましたとかになると、そのくどきやすいかもしれないし、まあ一部上場企業とかもいいですけど、なのでその自分側のステータスがどれぐらい上がったかが大事で、相手の子がどれぐらい可愛いかっていうのって、むしろ失敗の確率を上げてる気がするんですけどね。はい。 31歳男です。4年付き合った2個下の彼女にプロポーズし、親への挨拶も済ませましたが、結婚生活に向けて貯金の話をしている際、彼女に180万,万円のリボがあることが発覚しました。リボの内容を聞くと、私へのプレゼントや病院代といい、金額と整合性が取れずごまかしています。ただ彼女が私が病気や身体的不自由になっても最適てくれるさがあります。彼女が改心することに期待するか、婚約約するか悩んでいます。客観的な意見が開く、広井さんの意見を教えてください。えっと、まず嘘ついてるのはもう多分50 自覚されてますよ、ね、あのプレゼントと病院代で180万いかないよねっていうのは多分もう分かってると思うんですけどでもプレゼントとか病院代って言ったら多分突っ込んでこないだろうっていう要はその金に関して嘘をついてもいいと思ってる人とこれから結婚するってことなんですよね。でそうすると多分これからあの借金した場合その借金払うのはあなたです。<laughs> では、いやその、あの、ま、その奥さんも働くのかもしれないですけど、働いてるにも変かかわらず180万円の借金があるわけじゃないですか。なので、あの、今後その借金が減ることは多分なくて、で、あなたの名前とか家族カードで借金はどんどん広がっていくと思います。なので、その、まあ、あの、借金できないように、その、あの、まあ、この人借金できませんよっていうのは、あの、信用保障協会とかっていうのに登録するとかであればできるんですけど、ただその嘘つくタイプの人なので、どっか別のところで勝手に借金増やしてくると思いますよ。 なので、あの、そこら辺で、その嘘をつかないっていうので、相手の人が、その、あの要は嘘をつかない人だねっていう確証を持てるんだったら全然いいと思うんですけど、そうじゃない限りは、その人が、まあ、あの、まあ、ただその年収1億円だから別になんかいくらでも、あの、借金していいよとか、別になんか200万ぐらいどうでもいいです、どんどん使ってくださいっていうのがあるんですけど、そうじゃない場合であれば、あの、お金に関して嘘をつく人と結婚するのは良くないと思います。で、あの、なん、そのまあ、 その状況においてその相手を怒らせたくないから嘘をついて逃げるっていうのあるかもしれないですけど、そのこれから結婚する相手に平気で嘘つける人って、 優しくないと思うんですよその病気や身体的不にだって抑えてくれるとかって言うんですけどあのそれってでではなないいじゃないですか <laughs> あの自分より弱い相手でできる段階だったらその支えてくれたりとかなんかあの病気の時看病してくれると思うんですけどでもあの基本的にはその自分にメリットがなかったら嘘ついてもいいし騙してもいいって思ってる相手なので。なのでその 友達ととかでで自分が困っててるるは助けけくれると思うんですけど、ただ最終的に本当に頼れる相手なのかっていうと僕は頼れる相手じゃないんじゃないかなと思うんですよね。なのであの優秀な人と結婚した方がいいよねっていうのは分かるんですけどあの、まあ、嘘つくのってある程度優秀な能力がないといけないんですけどその嘘をつけるほど優秀な人と結婚するぐらいだったら嘘をつけない無能な人と結婚する方が幸せなんじゃないかなと思うんですよね。 なので、あの、僕の知り合いの死んだ魚のをしているデブでせっかくのあれ、ひよえさんという人がいるんですけど、で、まあ、その人が、あの、すげえブサイクなんですけど、結婚したんですけど、また、あ、頭が悪すぎて、嘘ついてもすぐバレるっていうのが、逆にその結婚の理由になったんじゃないかなという気がしてます。はい。 看護師に良い定職先はありますでしょうか奥さんが3年目の看護師なのですが体力精神とも大いそうです、えー、専業所にしてあげるだけの稼ぎがないのですができれば速やかに働いて健やかに働いてほしいと考えております個人的な夜勤などがないクリニックに転職しちゃうと伝えてるんですが私立だからこそ将来的な産休等のサポートが魅力的なこともあり辞めるデメリットが多いと言っていますえっとあの多分その辞めたくないっていうことだと思うんですよねその旦那さんは楽な仕事をした方がいいよねって言ってると思うんですけど多分そのサポートも含めて でもそれはそれで自分は満足しているということだと思うのでなのであの土日はあのゆっくり休めるように家事を一切やらせなくていいようにするとかなんかあの働いて帰ってきた,だったらなんかお風呂を沸かしておくとかそのなんか夕飯だったら自分がその用意するとかもうすでにウーバーイーツを頼んでて何もしなくていいとかその奥さんの仕事以外の,その奥さんがやらなきゃいけないことっていうのをできるだけ減らすっていうふうにした方がうまくいくんじゃないでしょうか。 要は本人転職したくないのに転職しろよっていうのを、そのなんか40代のビール飲んでるその看護師のなんか経験があるわけでもないおっさんに聞いて、この方がいいらしいよって言っても多分、は何言ってんのっていうので、仲悪くなると思うので、なんだあのご本人がやりたいことをやるっていうので、そのサポートに回る方が家族なんかうまくいくんじゃないかなと思いますけども。 34歳女性です遠距離で4年交際の彼氏32歳に将来の話をいつも曖昧にされて不安だと言い過ぎ昨日彼から別れを切り出されました電話の最後彼は泣きながらこんなに大事にしたいと思ったの君だけ結婚したいと思えたのも君だけ今も好きでもやり直せないと言われました復縁できるでしょうかうん無理なんじゃないですかね あの、ま、その、別れ際で泣きながら綺麗事を言ってるだけで、本当に別れたくないんだったらやり直せないとか言いません。なので、あの、要は泣いてるのもあって、その綺麗事を言って、その綺麗事を言ってるドラムザチックな状況に多分自分が酔っちゃってるだけで、あの、本当に大事だと思ったら、じゃあ遠距離っていうのもやめられると思うんですよ。分かった、じゃあ仕事やめるわと。あの、一緒に暮らそうぜってなると思うんですけど、残念ながら仕事の方が大事ですと。なので遠距離ですと。 であの復縁する日もありませんっていうのが一応あの表向きに出てる事実なんですよねただその表向きに出てる事実は置いといてその感情的な部分とか言葉とかでなんかあのひょっとしてこの人は違う考えが持ってるのかもっていう風に騙されてるんだと思うんですけど表向きな事実だけ見るとあの普通に別れる気満々っていうことだと思います。 31、えー、歳男、男性5年間付き合った彼女と先ほど別れました。彼女はかなりの目に振らでて仕事まで来て干渉したりずっと一緒じゃなきゃいけませんでした。それが嫌で別れようと告げたのですが、自殺ミスを起こされ一命を取り留む親御さんに彼女を任せしました、えー。しかし私の頃も弱くふとしたきっかけで連絡してしまい、寄りを戻しましたが、同じようなことを待たされました。別れることはできたのですが、寂しくなった時に連絡そうで怖いです。このような考えを続けるべきでしょうかえっと、新しい彼女を作ってください。以上です。<laughs> 要はあの、寂しくなった時に連絡する相手があなたにいないのが問題なんです。で、連絡する相手がいないから、そのちょっと地雷な人に連絡してしまうっていうのが問題なので、あの、地雷じゃない連絡先の友達とか、新しい彼女とか作れば何の問題もないので、さっさと新しい彼を作った方がいいと思います。 24歳、田舎の公務員です。同期の女の子と少し仲良くしています。大体いい月1で遊びに行き多い時だと週1でご飯に行ったり遊んだりします。つい先日は温泉に行きました。おごったことは1回もありません。正直顔は好みなんですが、付き合うこともなくずるずると1年くらい2人で遊んでいます。これから付き合える可能性ってあると思いますか失敗して気まずくなりたくないです。いい方法を教えてください。さっさと手出せばいいんじゃないので、手出してなんか断られたら、あ、ごめんごめんって言って、一切その話題をしないっていう。はい 元彼女を自死で失った方が好きになりました。自ら人間関係を立って生活をしています。日々情緒不安定になるようです。このような方とお付き合いするのは難しいでしょうかえっと、そのお付き合いしたいっていうのはあなたの欲望で、それで相手の人は別にお付き合いしたいと思ってるわけではないので、普通に仲のいい友達でいいんじゃないですかで、仲のいい友達で10年とか一緒にいると、あの、いつかその考えがあるかもしれないので、その自分が付き合いたいっていうのを前面に出すんじゃなくて、その相手がまあ、その会話をする友達レベルであれば別にいてもいいよっていう状態 だと思うのでなのでその相手の要求に合わせるっていうのを長期間頑張ればいいんじゃないですか、ね、スパちゃん2回目です22歳社会人2年目で授恥ずかしながら今まで一度も恋人ができたことがありません普段の会話で恋愛話になった時に恋人ができたことがないことを話すと相手にたびたびひかれてしまいますゆきさんもこの年になって一度も恋人ができたことがないのはおかしいと思われますか、えっと、僕そのあのプログラマーというかあの理系の知り合いが多かったせいで回 はい、るんですよね、そういう人。あの、30過ぎて童貞とかも、はい、あの、知り合いでは全然いたので、なので別に僕は驚かないですけど、ただ、あの、なんかその、そあの、まあ、営業系の会社とか行くと、えマジありえないってなると思うので、その童貞が多いコミュニティに行けば、普通のことだと思います。はい。 と私が細かくて一緒にいる彼がしんどいみたいです2人で決めたことを平気で約束破ったりするのが理解できたいです関係をうまくいかせるために何かご助言いただけると嬉しいですえっと僕は約束を破るたちなので約束をしないことにしてます <laughs> あの要はその あの、自分がこれをやってほしいっていうのを、約束という形にして、要はその、やってほしい、だからやって、で、じゃあこれ二人の約束ねっていうので、約束にして落ち着けるタイプの人っているんですよね。で、本来彼氏それやりたくないんだけど、もうめんどくさいから、あじゃあ約束ねっていうので約束しちゃうんですけど、別にあの、やりたいわけじゃないから結局やらないっていうので、で、約束したにも変わらずやらないっていうので、揉め事になるっていうパターンがあったりするので、 なので、あの、そもそものは相手がやりたくないことっていうのを、すいませんね。<laughs> あの、相手がやりたくないことをやってもらおうと思うっていうのが良くないんじゃないかなと思います。はい。 えっと、システムエンジニアで年収400万の24歳男です。私は結婚して子供を2人産みたいと思っています。子供が先天的な病気を持つ確率や自分の体力を考えると早く産んだ方が良いかなと思う反面、母親の精神、成熟度、子育ての費用を考えると遅い方が良いのかと思い何歳ぐらいで第一子を産むのがベストなのか疑問です。ひろゆきさん、総合的に考えて何歳で第一子を産むのがベストだと思いますかちなみにシングルのマザーになる可能性も考慮し、育休後も働き続ける意思があります。えっと、早ければ早いほどいいので、多分ベストでいくと22歳じゃないですかね。 その、あの、大学というか、まあ、学校を、子供を抱えたまま通うのを、まあ、不可能ではないと思うんですけど、子供を抱えたままちゃんと学校を卒業した人の人の話ってあんまり聞かないんですよね。結局、その、高校の時に、まあ、子供生まれちゃって中退しましたとか、大学の時に子供生まれて中退しましたっていう話を聞くので、たで多分、その、大学卒業まではちょっと難しいと思うんですけど、大学卒業した以降は、別に、あの、早ければ早いほどいいと思います。はい。 あのまずその子供育てってめちゃめちゃ体力くるんで若ければ若いほどいいんですよね。でそのじゃ子供2人産みますとかでじゃあそのなんかある程度その手離れするまで育てますっていうと、まあ、必ずキャリアが切れるんですよ。 なんでなんか、あの、それなりに稼いで、なんかキャリアを作ってお金がある状態で、そのなんかあの、子育てした方がいいよねって思いがちなんですけど、あの、お金なかったとした場合でも、日本の場合って、あの、補助金だったり、そのなんか女性センターだったりとか、まあ生活保護だったりとかで、なんだかんだ言ってお金なくても暮らせるような構造になってるんですよ。 なので、その、ま、例えば実家暮らしとかであって、じゃあ生活保護もらえませんだったら、もうさっさと一人暮らししちゃって、一人暮らしスタートした瞬間に生活保護申請して、はい、子供が生まれたから働けませんっていうと、ま、その子供の分と自分の分合わせて二人分の生活保護の金額もらえるので、なんであとはその体力でひたすら分回すっていうのができるので、なんで若い方がいいですよ。はい。その、なんかこれぐらいお金があった方がいいよねみたいなことを考えているタイプの人って心配性なので、 結果として、その、安心できる金額っていうのを考えると、1000万とかになっちゃうんですよね。要はその、子供がなんか大学を卒業できるぐらいまでに1000万ぐらい必要だよねって言われていて、その塾だったりとか私立の大学だったりとかね。そうするとなんか、あの、要は、まあ普通に働いて1000万食べるのってなると、やっぱり30後半になりがちなんですよ。で、30後半になっちゃうともう高齢出産みたいになっちゃうので、 なので別にあの自分のお金なんとかしないでとっとと子供を産んじゃって生活保護だったりその行政のあの補助に頼るっていうお向の方がいいんじゃないかなと思います。あとあの自分が20代だとあの大学の友達とかが結構時間に余裕があるんですよね。その要は えっと、なんか、新社会人ですっていう間って、割とその友達とかの飲み会したりとか、あの、頻繁に連絡を取ったりとか、割と周りの友達が助けてくれる率が高かったりするんですよね。でもその3十仕事かになっちゃうと、もうその他の友達ももう家庭を持っていますとか、結構会社でそれなりの位置だから忙しいですみたいになっちゃって、その仕事終わりに家によって手伝ってくれるみたいな、そういう感じのあの、大学の延長線上のフレンドリーな感じって、やっぱ30するとなかなかなんないんですよ。 なんでそういうのもあって、あの、早めの方がいいと思います。 小5承認の男子の母です。次男は3月,3月に生まれて体も小さくいろいろ不利だろうなと思ってましたが、予想に反して割と何でもできます。長男やその友達と過ごすことが多く、その影響かと思うんですが、とすると早生まれのアドバンテージは第二子以降だと影響が少なくて済むのでしょうか夜はかなりいいと思います。親の自分が偉まやしくなるくらいに。別にあの3月生まれだからといって、その成長が遅いとか知能が遅いっていうのは傾向があるというだけで、早熟の子っていうのは別にあの早いうちから優秀だったりします。 なので別にあの傾向があるというだけで必ずそうなるというわけではないですはい26歳男医学科6年で昨年度国士出願のために取った戸籍謄本で父親の隠し子が発覚しうつ病の診断を受け、えー、卒流しました父、えー、に直接聞いたところ他の家族はその事実を知らずなぜか怒られました その時は自分が悪いことをしたと感じていましたが、病状が薄き、やはり父親がおかしかったと <laughs> え、徐々に怒りが増幅してきます。学費や生活費や母方の祖母がすべて出しています。この怒りはどう処理すべきでしょうかまた今後自分や他の家族のために私がすべきことはありますでしょうえっと、まあ、あ多分、父親頭おかしいですね。<laughs> で、えっと、もう卒業ができるお金は母方から出してもらっているのであれば、父親から金取ってください。 多分あの、その、母方の方に知られたくないんだと思うんですよね。で、そこで多分その、知られたくないことを知られてしまったので、ね、逆切れして怒ったっていうんだと思うんですけど、で、まあ、あの、殴っても別に幸せにはならないので、なので、あの、金もらってください。で、その、毎月10万円払い続ける限りは言わないけど、これが、あの、1ヶ月遅れるとか、10万円払えとかないとかになると、あの、親族にこれ言うよって言うと、多分毎月10万円ぐらい払ってくれると思うので、それで、あの、メンタル直して、 頑張って卒業してください、えー、18歳の娘が家族に対して感謝がないらしく何かをプレゼントしたり車で創業しても自分が気に食わないことがあると家の壁に穴を開けたり母が吸い込みたり散らして母も疲れています今に始まったことでなく年を取れば解決するものかと思っていましたがそういうもんでもないらしくまた家族以外にはいい顔をするの人気だそうですがこちらもさすがにみんな疲れてきてしまっていますアドバイスを頂ければ幸いです何にもしなきゃいいんじゃないですか まその何かをされるのが当たり前で、そのあの感謝の気持ちを表さないのも当たり前っていう状況をずっと助長してるんですよね。なので、あの、感謝の気持ちを見せないのであれば、もう、その、こちらから何かを提供しませんよっていうのを、さっさとやった方がいいんじゃないんですよね。で、あの、要は、頭の病気とかでそういうのができませんっていうのであれば、まあ、その、 あの何か提供するっていうのをやめるっていうのもどうかと思うんですけど、ただ、外に対していいかを知るっていうのができてるので、能力としてはできてるので、単にやる気がないっていうだけなので、やらないんだったら、じゃあ、こっちもあの、なんかその手助けしたりとかしないよっていうのを、はっきり伝えればいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、あの、まあ、わかりやすい言い方で言うと、甘えてるという状況なんじゃないかなと思いますけども。ただ、まあ、別にでも、家族なんだから、一時、感謝の言葉とかなくてもいいんじゃねっていうふうに、僕は思いますけどね。はい スパちゃん2回目26歳女ーーです。1年前に仕方の祖父が亡くなり、父は10年前に亡くなっているので、おじ、私、妹で祖父の遺産を相続しますが、おじが法廷相続分の相続を認めてくれません。1年話がまとまらないので、弁護士を代理店に立てるべきでしょうか。はい。えー、母が精神的に不安定なため、朝廷になった際、さらにストレスを与えてしまうのが怖くてもらっています。妹は障害者なので母が代理店です。おじは父のことを悪く言っているので、母は殺すれています相続財産は1億3000万円ことです。えっと、まあ、おじがその。 ひたすら遺産を自分のものにしたいか使い込んじゃったかとかでなんとかうやむやにして逃げ切りたいっていうところだと思うのでであの10年間うやむやになってるってことは結局そのあとえっ、ー、と田中さんと妹さんと代理人のお母さんではもう解決できないっていうのは事実として確定してると思うんですよ。なのであのメンタルの面もあるのでさっさと代理人を立ててその代理人に任した方がいいです。 要はその、母親がメンタルが削れちゃうっていうのって、まあ、それでその母親も体調悪くなるとまずいので、で、弁護士さんが入れた場合って、弁護士宛て連絡書をしてください。で、そうじゃない連絡をしないでくださいって言った場合って、そうじゃない連絡をした場合、それをこっち側として有利な材料として使うっていうのができたりするので、なのでこれからの連絡は以降全て弁護士を経由してくださいっていう形でできる、信頼できる弁護士さんを見つけるといいんじゃないかなと思います。 えー、20代後半の女です。半年ほど前に大好きだった祖父が亡くなりました。倒れてから病院に運ばれ、半日後には亡くなりました。病室に親戚が集まり、途中喋れないものの意識が回復しましたが、その姿がとても苦しく辛そうで、みんなが頑張ってまた元気になって手を握った時に、私はこんなに苦しいなら早く楽になってほしいと思って何も言えませんでした。半年経っても自分が頑張ってと言えなかったことを思い出した自分はとても白状な人間なのではないかと思い、後悔しています。ルクさんならこういう時どうしますか僕も多分早く死んだ方が楽なんだろうなって思うタイプなんで、 頑張れとか言わないです、ね、まあ僕はあのその自殺したいっていう人がいたとしてもあの自殺しない方がいいよって言わないタイプなのでそういう意味ではあのまあ参考にならないかもしれないですけどそのあの自分の知り合いとか友達であれば原因を聞いてその原因を多分あのなくすというのに協力すると思うんですよ。 例えばそのなんか3000万円借金があってもうなんか追われてますとかであればじゃあ3000万貸すから一文字さするのやめてとかて知り合いならいるんですけどその赤の他人とかで別に僕3000万円貸す気はないのでそっか死にたいのか3000万かお疲れ様でしたって多分言うと思うんですよただあのもうちょっと時間があればあの生命保険とかこっそりかけてその人が死んだ後に受け取りになるようにしたりすると思うんですけどまあ置いといて なのであのまあ人が死んでしまうのは当然だよねっていうのがあってでその身内の人とかが、まあ、苦しんでる状態でお医者さんがそのまあこれ以上もう多分あの病状が良くなることはありませんよって言ってた時ってその苦しみ続ける時間をどれだけ長くするのかそれともサクッと死ぬかっていう2択でしかないですよね。でその 死んで欲しくないっていうのが、まあ一般的な感覚で、なのでその苦しんでても死んで欲しくないっていう自分の感情を優先して頑張ってっていう人が多分世の中未だに多数派だとは思うんですけど、別にその本人にとってみたらもう苦しい時間が長くなるだけなんで、まず早くすっきり死んだ方が得だよねっていう風な考えに至るんじゃないかなと僕は思う派なんですよ。僕だったらそうだから <laughs>。要はその、 あの、その、まあ、ある程度、その、きつい病気になって、ずっと痛いとかになってる人って、まあ、その、癌の患者さんとかって、モルヒネとか打たれたりして、で、その、ま、あの、頭朦朧としてる状態だから、そんなに痛がらないんですけど、基本的にその、ある程度、その、ステージ4とかになると、もう、ずっと痛い、意識がある限りずっと痛いみたいになるので、もうそれ死んだ方が楽だねじゃねみたいになったりするっぽいんですよね。なので、それだったら僕は死んだ方がいいなと思うタイプなので、なので、別にその、 あのその人自身がまあどう望んでるかっていうのは聞けなかったので答えは分かんないですけど僕だとしたら別になんか治る見込みがるないんすとで何書書かなきゃいけないとか何かあの俺が死ぬ前にこのハードディスクのこのデータだけは消してくれみたいなのをお願いするとか,なんかその苦しい中でもやらなければいけないことっていうのがあるんだったらそれは生き残って頑張れってなると思うんですけどあの基本人間いつかは死ぬんですよ。 なので、そのなんか苦しい時間を、じゃあその10年やりましたとか、でもまあいつか寿命があるかもしれないので、なのであの人は死ぬよねっていうところで、なのであの死ぬ時にどうせだったら苦しまないで死んだ方がいいんじゃねー楽だしっていうふうに僕は考えるので、まあそれが一般的かどうかっていうと一般的ではないと思うんですけど、別に一般的な考えをしているからといって世の中幸せに生きられるかっていうとそうでもないんじゃないかなと思います。はい。